私たちの体にインフルエンザウイルスであるとかマシンウイルスなどの RNA ウイルスが感染しますと、感染した細胞ではウイルスセンサーと呼ばれるタンパク質の発現が誘導され、体を守る仕組みである、自然免疫応答という機構が起こります。一方で私たちの体にはもともとマイクロ RNA と呼ばれる小さな RNA があり、 RNA サイレンシングというメカニズムによって遺伝子機能を制御することが知られています。今回の研究では、ウイルスセンサータンパク質であると言われながらもその機能が明確ではなかった LGP2 というタンパク質と RNA サイレンシングを促進することが分かっていました TRBP というタンパク質が相互作用するということを明らかにしまして、それによって TRBP が結合していた特定のグループのマイクロ RNA を介して特定のグループの遺伝子を一括して制御するということを初めて明らかにしました。人の体はウイルスと戦うために免疫という仕組みを持っていますが、免疫には大きく分けて2つあって、自然免疫と獲得免疫があります。自然免疫というのはウイルスの感染に応答してすぐに働く、即時対応型のシステムになるんですが、つまりこの自然免疫が正しく機能するためにはまずウイルスが感染したということを感知することが必要になります。そのために私たちは、細胞の中や外にウイルスセンサーと呼ばれるタンパク質を複数種類持っていて、実際にウイルスが感染してきた時にこのウイルスセンサーがウイルスを感知することによって抗ウイルス性のサイトカイン、例えばインターフェロンなどを発現誘導して細胞を抗ウイルス状態、ウイルスと戦える状態にします。今回の研究で重要なポイントとしては、これまでウイルスセンサーの一つであると考えられていながらも機能が不明であった LGP2 というタンパク質がこれまで想定されていた機能とは全く異なる別の機能を RNA サイレンシングにおいて持っていたということと、外来の核酸である、ウイルスによって誘導される抗ウイルス応答と内在核酸であるマイクロ RNA によって誘導される RNA サイレンシングが人の細胞においてクロストークしているということを明らかにした点です。今回の研究では、まず人の培養細胞を使って実験を行うことで、これまでウイルスセンサーであると考えられてきた LGP2 というタンパク質と RNA サイレンシングの促進因子である TRBP が相互作用すること、でその結果として TRBP が制御する特定のマイクロ RNA の機能が抑制されるということを明らかにしました。加えてコンピューターを用いてバイオインフォマティクスの解析をすることで TRBP がどのようなマイクロ RNA に結合しやすいのかと、その TRBP が結合しやすいマイクロ RNA の二次構造的特徴、さらに TRBP が制御するマイクロ RNA が発現量を調節している遺伝子群の発現量を LGP2 が実際に制御しているということを明らかにしました。今後の研究としては、今回の研究で明らかになった LGP2 による RNA サイレンシングを介した遺伝子発現の制御というのが実際に人の細胞にウイルスが感染してきた時に生体防御機構としてどのような意味を持って制御されているのかということを中心に研究を進めたいと考えています。